名称サムソンは、日本の競争場、シュボバ。2006年のクラシック2冠2007年の天皇賞、春秋連続優勝の GI 競争4勝を含む、重賞6勝を記録。引退後は、種ボバとして、電光安寿やフロンテアクイーンを出している。瀬戸口務の勧めにより、松本義雄が700万円で購入した。名前の、サムソンは、 旧約聖書史式に登場する怪力の持ち主として知られる史子に由来する。直木賞作家の新橋雄吉がこんな名前どうかとオーナーの松本に書き送った中の一つにこの名前が含まれていた。2歳夏の小倉競馬場で安城石橋守でデビューするが新馬戦は頭差2着に赤敗。次の未勝利戦も3着に敗れた。9月4日3戦目で 初勝利を挙げる。9月18日、阪神競馬場で行われたのジキクステークスで、出走馬中最速の上がりサンハロンで勝利する。その後は、ハギステークスにも出走するが、2歳王者になる、フサイチリシャールの4着に敗れる。さらに東京スポーツ杯2歳ステークスでも、フサイチリシャールの2着に敗れる。その後、中京二歳ステークスを1分47秒後の、 レコードで解消して2歳児を終えた。3歳になりき更ら賞から指導するが、芝の状態が良いと、石橋守が考えた大外へコースを取った結果、ドリームパスポートの2着に敗れる。レース後、勝馬に乗っていた安藤勝美はどこを通っても一緒だったとコメントしており、石橋は勝馬に合わせる競馬をするべきだった、馬体を合わせれば、 と名称サムソンの持ち味を引きき出すここととができなかっったたは言っていた続いて出走したサツキショートライアルのスプリングステークスではすでに後陣を排していたフサイチリシャールドリームパスポートが1、2番人気に支持され名称サムソンは4番人気にとどまるしかし直線では一足早く抜け出すと相次いで追い込んできた2頭を頭を伸ばして抑え込み重傷発制覇を飾った レース後、2着の夫妻チリシャールに騎乗していた、福永祐一は、相手が強かったですとコメントしている。これで、サツキ賞の優先出走権を獲得して本番に、挑むが、単勝馬券は6番人気の穴馬扱いであった。しかし、レースでは落ち着きを見せて5番手で折り合いをつけると、第4コーナーでは3番手に上がりとの人気馬よりも、再び早く抜け出す。今度は、 直線で前奏ほどの接戦にはならず、内拉地図を用もう追してきた、ドリームパスポートを抑え込み、クラシックの栄冠を手に入れた。石橋にとっては、機種生活22年目での GI 初制覇であり、瀬戸口にとっては、ネオユニバースに続く2回目のサツキショウ制覇、そして定年を翌年に控えてのクラシック制覇となった。一番人気で迎えた第73回。 東京優秀はやや10の馬場の中、道中は先行集団につけ直線で逃げ粘るアドマイアメインを首差で差し切り、2分27秒9のタイムで優勝した。前年のディープインパクトに続き、この時点における2冠馬となった。なお、小倉競馬場デビュー馬の東京優秀制覇は、これが史上初のことであった。夏は放牧に出されず厩舎で過ごした。 秋の初戦に神戸新聞杯に出走した。最後の直線では勝負根性を見せ並んでいた2頭をかわし先頭に立ったものの、最後は大外から一気に追い込んできたドリームパスポートにかわされ2着となった。前年のディープインパクトに続く2年連続の三冠制覇を期待され、キッカ賞では一番人気に支持されたが、 最後の直線で逃げるアドマイアメインを猛追するも届かず、さらにドリームパスポート、そしてレースを制したソングオブインドに刺され4着に終わり、三冠制覇を逃した。敗因としてレコードタイムを連発する早いババに対応できなかったという見方もあった。続いてのジャパンカップではディープインパクトとの初対決だったが、小雨が降る中で、 瞬発力が必要となる競馬となり6着に敗れた。続く第51回有馬記念では束と触れする不利もあり5着に敗れた。秋は春頃に見せた早めに抜け出して前で粘るという競馬ができなくなっており先着争いに加わることが難しくなっていた。有馬記念後は放牧に出された。2007年2月をもって瀬戸口が定年退職となり、 高橋茂忠級者へ、天馬屋した。放牧を終えて、天馬屋初戦として臨んだのは、大阪杯であった。単勝1.9倍に押されると、レースでは、以前のようなかかり癖を見せずに粘るシャドウゲートをねじ伏せ、東京優秀二来の勝利を挙げた。休み明けが弱いとされていた同馬だけに、放牧で心身ともに成長したと安状の石橋は、評価した。自走の、 第135回天皇賞では、高速馬場や長距離レースへの適性が疑問視され、半身対象点を優勝したアイポッパーに次ぐ2番人気での出走となった。レースでは、第4コーナーで先頭に立つと、後方から詰め寄ってきたエリモエクスパイアとの叩き合いを制し、GI3 勝目を挙げた。レース当日は、時計の出やすい高速馬場で名称サムソンにとって不利になるという見方が、 マスコミなどの間でされていたが、3分14秒1という高度計で勝利を収めて、その不安を払拭した。なおこの勝ち時計は、歴代の天皇賞の優勝馬の中で、当時2番目に早いものだった。さらに、ディープインパクトがレコードを記録した、前年の同レースよりも3000メートルの通過タイムが、早いため、かなり早じかけであったにもかかわらず、 最後まで粘り切るという非常にタフなレースであった。あまりの激しいレースにゴール後ほとんどの馬がコーナーまで走らなかった。大阪杯の優勝馬が天皇賞を制したのはスーパークリーク以来17年ぶりのことであり、三冠を達成できなかった春のクラシック二冠馬が春の天皇賞を制したのは史上初のことであった。続いての第48回宝塚記念では、 ファン投票で1位に選出されながら2番人気で出走。レースではじっくり中盤で控え直線半ばで川上プリンセスをかわして先頭に立つものの、最後に名称サムソンをマークしていたアドマイアムーンとの叩き合いの末にかわされ日着に敗れた。名称サムソンはその決闘から外戦門章挑戦が検討されており、6月28日に 外旋文書への挑戦が正式に決まった。安城は、竹豊に乗り換わる予定となっており7月31日に、高橋茂忠と竹豊がシャンティ調教場を下見し、8月4日にリチャード・ギブソン旧社への滞在が決まった。また、大道場には同じく、高橋茂忠旧社所属の松本の所有場で以前から、調教パートナーを務めていた、名称レッドが選ばれた。 8月15日に出国検疫のために、ミホトレーニングセンターに入級し、8月22日8時15分発の JL6461 便で成田空港から突伏し、その後同調教場で調教を行い、前哨戦となるフォアショーへの出走も視野に入れていた。8月17日に、東馬がウマインフルエンザに感染していたことが明らかになったものの、当初陣営は、 出走に前向きな姿勢だった。フランスギャロの対応次第で出走ができなくなったが、後日衛生条件をクリアすれば受け入れる体制は、あるとの報告があった。だが、翌8月18日に遠征を断念することが、協議の結果明らかになり、8月26日に正式に断念することを高橋が発表した。なお、馬インフルエンザは後に陰性となったがしばらく未報に。 滞在し、8月31日に、立党へ帰給した。秋のローテーションは秋小バ三観レースに出走する、ことが9月13日に発表され、前哨戦を使わず、初戦となる10月28日の、第136回天皇賞に出走することになった。安城は断念された、海外遠征と同様、竹豊が3競争のすべてで起乗することとなった。 なお10月12日に発表されたトップ50ワールドリーディングホースでは120ポンドの評価を得て27位体となった。そして迎えた天皇賞では4ヶ月ぶりの実践ながら一番人気に支持され、アドマイアムーンや前年の覇者、ダイワメジャーらを寄せ付けずに解消した。当日の馬場状態がやや重ながら1分58秒4という優秀なタイムを記録し、 日着のアグネスワークに庭新反射の、キサをつけるなど圧勝と言える内容であった。ただ、レースでは、コスモバルクと衛進デピューティが大きく遮光し、アドマイアムーニや、ダイワメジャーらに、致命的な不利を与えてしまったこともあり、有力馬に騎乗していた騎手からは不満の声が多く、聞かれた。調教師である高橋も、外の馬が変な形になっていて、 勝つに分かったけど、後味の悪い感じもしますとコメントを出している。同馬は、この勝利により勝ち抜け制度が廃止された1981年以降4投目となる天皇賞春秋の連覇を達成した。11月4日に発表されたトップ50ワールドリーディングホースでは、天皇賞を制したことにより122ポンドの評価を得て17位体となり、先月より順位を上げた。 次走の第27回ジャパンカップでは圧倒的な一番人気を得たが、レースでは名称サムソンはスローペースで進むレースを後方から追走するという展開になり、逆に大方の予想では後方でレースを進めると予想されたアドマイアムーンとポップロックが先行するという展開となった。直線では両2頭が内側のロスの少ないコースを通って早めに抜け出したのとは、 対照的に同馬は外目を回るという対照的なレース展開となったことも響き、本馬の持ち味である粘り腰を生かすレースをすることができず、直線で差を詰める者の,の前の2頭には粘り切られて3着と、敗れた。11月30日に発表されたトップ50ワールドリーディングホースは前回と同じ122ポンドの評価を得たが、順位は18位体となった。12月6日に、 第52回、有馬記念ファン投票の最終結果で2位となる10万2560票を獲得したことが発表された。約3000秒差でウォッカに1位を譲ったが、この結果に高橋聖氏は女の子には花を持たせないとね、ここでの写真判定は負けていいといった発言をし、グランプリへの意気込みを語っていた。しかしレースでは、スタート直後に部が手綱をしごいても前に、 馬が行かず、前走以上に、後方のポジションでレースを進めることになった。また交渉面ですでに、大外を回っており、最終コーナーでもそのまま大外を通ったこともあり、傾ちを入れても、直線で、スピードに乗り切れないまま、経済コースとスローペースの展開を生かし切った、祭りだごはほの発着と惨敗した。安城の竹豊は敗因について、理由は、 全然わからないとコメントし、調教師の高橋は、まさか、ウオッカをマークする形になるとはね。展開かな。前残りで流れに変化がないレースだった。調子がまずいということもなかった。原因がよくわからないとコメントしている。この敗北で4歳シーズンでは初めて副賞権から外れることになった。レース後の12月26日に、ドバイへの遠征計画を発表。 ドバイシーマクラシックかドバイデューティーフリーへの予備登録を行うことを表明した。2008年1月5日に2007年度の JRA 賞が発表され、ウオッカと共に JRA 賞特別賞を受賞し、1月16日に発表された2007年度のワールドサラブレッド、ベースホースランキングでは122ポンドで、ポップロックと並び17位体となった。 なお1月22日に締め切られたアジアマイルチャレンジのシリーズ登録を行っている。1月29日、オーナーの松本が2008年限りで現役を引退し2009年から種ボバとして、ヤシロ大スタリオンステーションにつなぎをされることを明らかにした。なお遠征計画を出していたドバイミーティングには1月31日に、 ドバイシーマクラシックへの選出馬となったことが発表されたが2月15日に開かれた説明会で3週間の京都競馬場滞在航空便のシンガポール乗り継ぎなどが伝えられ翌2月16日に京都競馬場で調教師の高橋と協議した松本が権益や輸送などの条件が厳しいとの理由でドバイ遠征を断念することになったそれとともに 当初2008年の初戦となる予定だった、京都記念への出走も取りやめ、前年同様4月6日の大阪杯から始動する。しかし、レースでは直線に入ってから交代し、大和スカーレットの6着だった。連覇のかかった春の天皇賞では、大阪杯での凡走から調子を不安視する声も少なくなかった。レースでは直線に入って、浅草キングスから大きく振りを受けるも頭さの2着に、 入りレース内容も直線で一度かわされたアドマイヤジュピタとの激しい競り合いの末敗れたその後オーナーの松本より再び外戦門賞への挑戦の趣旨が語られ5月8日に jra の発表で外戦門賞の一時登録を行ったと伝えられた6月12日には第49回宝塚記念ファン投票の 最終結果で2位となる66,597票を獲得したことが発表され、自走は宝塚記念に出走。一番人気に支持され、直線で手応えよく追い込むも、直後に直線で浅草キングスには対応ぶつけられ、これが響いて、前を行く衛心レピューティを頭逆はせずに2着と赤配した。安状の竹豊は、 浅草キングスから二度も不利を受けたことで、後味が悪いとコメントした。宝塚記念後、前年に挫折した外線文章の挑戦について、オーナーの松本ら関係者の間で、競技の末、7月12日正式に外線文章、挑戦すると発表され、その後8月1日に遠征日程が発表された。同時に大道場として、ファンドリコンドルを引き連れることとシャンティ調教上の、 ミケルデルザングル級車に滞在することも明らかになった。フランス政府から出国前14日間の隔離を求められたため、8月5日から8月20日まで競馬非開催の福島競馬場国際級車で輸出検疫受け、検疫後の8月20日にナルタ空港から出国し、約12時間後シャルルド・ゴール空港へ到着した。フランス到着後は、 シャンティ調教場に移動、フォアショーを使わずに直行で、外線門賞に向けての調整が行われ、9月24日には、日本から竹豊が礼白3日の強行日程で、駆けつけて一周前を追い切りを行った。そして迎えた10月5日の第87回外線門賞に出走し、レースは、スタート直後に不利を受け、後方からレースを進めたものの最後の直線での、 タバとの接触もあり、ザルカバに破れて10着という結果に終わった。外線文章後は10月8日にファンドリコンドルと共に成田空港へ到着し、5日間の輸入検疫を受けるために一旦競馬学校へ入級したが、天皇賞へ出走登録を行ったため10月14日に東京競馬場へ移動して3週間の着地検査を受けることになった。 しかし10月29日に調整不足を理由として、天皇賞を回避することが発表された。そして検疫終了後、約3ヶ月ぶりに立党トレーニングセンターへ帰級した。帰級後は、ジャパンカップに出走登録を行うことを表明した、ものの、東馬の主戦騎手である、竹豊が同じく主戦騎手を務める奥も、同競争に出走登録を行う意向だったため、 たけしがどちらに騎乗するか注目されたが11月14日に引き続き当たり馬に騎乗することが発表された。しかし部はジャパンカップ1週間目前の11月23日に落馬負傷により右尺骨骨幹部を骨折し、ジャパンカップへの騎乗が不可能となった。その翌11月24日に安城は前年の宝塚記念以来となる。 石橋守が起乗することが発表された。そして11月30日の第28回ジャパンカップに出走。内拉地にぴったり沿って、直線を迎えるも全く伸びずスクリーンヒーローの6着に敗れた。12月28日、最後のレースとなった有馬記念では再び、武豊が手綱を取り、果敢な先行作で第4コーナーで、大和スカーレットに詰め寄ったが、 直線では手応えがなくなり発着と敗れた。年が明けた2009年1月4日に京都競馬場で引退式が行われ、1月7日に JRA 競争馬登録を抹消した。以下の内容、netkeiba.com の情報に基づく。2009年より北海道阿比町の八代台スタリオンステーションにて種ぼば入りした。 初年度の種付け量は250万円。サンデーサイレンスの血を持たないため、サンデーサイレンスを父に持つ品馬に好まれている。2012年に初年度産区がデビュー。7月31日門別競馬第7競争、JRA 認定アタックチャレンジ2歳未勝利でブエラが、中央、地方を通じての産区初勝利を挙げた。この年は、新種ボバランキング6位になったものの、 中央では30頭が73戦して未勝利に終わった。中央での3区の初勝利は翌2013年1月6日のことだった。2013年11月30日にイーストスタッドへ移動。2014年からは同地で種ボバ生活を送る。2019年度の種付け料は受体条件50万円、出生条件70万円となっている。 ありがとうございます。